え、ちょっと待ってよ。え、ちょっと待ってて。大丈夫？早く。頑張れ、頑張れ、頑張れ。よし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 、びっくりした。びっくりした。大丈夫？新しい帽子見つかんなかったね。あ、なんかめっちゃムービーなんだけど。崩壊したね、お家が。なんだろう。ここ。さっきのさ、愉快な音楽みたいなやつは結局なんだったんだろうね。やっぱお家かな。いろんなお家？お邪魔しまーす。空っぽになっちゃった男の人。子供の遊び場？子供部屋なのかな？なんかこういうイラストってさ、すべてなんか意味があるんだろうか。なんか小包みたいのない？そこに。お、新しい帽子も探してるんだよな。これ帽子とかない？ないか。なんか被れるものないかな。お化けがいる感じじゃないね、今のところ。あ、まただ！またこれだ！チューニング！中に入るんでしょうか。うわー、これなかなかなんかこう重くて進めないんだよね。よいしょ。はい。そうなんだ。ここ。うわー。うわ。うわ。この長い通路は何なんだろう、毎回。何を表してるんだろうな。走る走る俺たち。走ってます。結構重いんだよね、ここも。全然思うように前に進めないの。目玉が怖いよー。よいしょー。開けろ。もう出ようかな。出れない出れない出れない。え、やだ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 、怖い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 。なに、なに、どうしたの。なんかいつもと様子が違うんだけど。怖い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 。あー、怖い。え、なにこれ、過去と映像を見せられてるのかな。毎回毎回。怖い怖いって、貞子だよ。動けない動けない、動けない。あーちょっと、いや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 、ちょっと待って、泣いちゃう。隠れろと。いや、バレてるよね。え、いや、回避する方法あるんだ。そうなんだ。ガチであそこに隠れるのが正解なの？ちょっと待って、ちょっと待って、一旦心を整理させてほしい。でもきっとあのズキンちゃんについていったらうまくいけば隠れられるってこと。何にも分かんない。一旦本当に整理をさせてくれ。なんだ、今はちょっと遅れたのか。え、これ本当にいいの？いや、ダメだよね。ダメだよな。 あそこには2人入れないってことなのかな。私がズキンちゃんのとこに無理やり入ろうとしてるからいけない。もっと隠れる場所があるってこと。とりあえず隠れろってことだよ。あ、このベッドの下とか、どう？お、あ、良さそうじゃない？見えなきゃいいんだよね、きっと。良さそう、良さそう、良さそう、良さそう。良さそう、良さそう。え、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 
月、ああ、ちょっと月ちゃん連れてかれないで。ちょっと、え、やめてよ、やめてて。連れて行かないで。え、残像がここにあったけど。え、やだ、連れて行かないで。もうまた一人になっちゃった。え、どこ、え、やだ。テレビ部屋、音楽不穏になっちゃったよ。連れて行かないで。どこ行ったんだろう。この中に入る。テレビの世界だ。もうまた連れて行かれた。まだ一人になっちゃったよ。上に行くのかな。怖っ。あの人って動けるんだ。いつもさ、ペラペラの状態でしか見たことないから、もうなんかもうゾッとしました。本当にどうやって捕まるんですか？そうだ、そうだ。これ何なんだろう？あの、ジェンドルマンのお家？あ、またテレビだ。今回はやっぱこのテレビがさ、すごく。おー！ワープできる精度なんだ。すげえ。これはなんかあっちに持っていきますと分かる。これ捕まるんだろうけどさ、一人じゃ無理じゃね？え、どうすんのこれ。はぁ、これ持ってくとどうなるんだろう。向こうまで持って行くとどうなるのか。これがマックスだ。これがマックスだ。これ入れんのかな。このお部屋に入れたら、うわ、あ、ん？ほっ、あー、なるほど、テレビでワープすんのか。なるほど、頭脳戦すぎるでしょ。はい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 、なるほどね。はいはい、あー、テレビをこういう使い方するんだ。いやー、なんかまた新しいな。あー、これやっぱ家？家なのか、オフィスなのか。あのすごい清高さんはお父ちゃん、お父ちゃんなのかな。関係ないのか。この子のお父ちゃんが追いかけて迎え、なんか送ってる、迎えに来た。違うか、何なんだろうな。パート1ではさ、こうお母さんみたいな女の人がボスだったけど、あの人がボスなのかな。なんだよ、いしょ。怖い。新しい帽子欲しい。もうやだよ、包帯。えい。リトルナイトメア3はどうなるんだろうね。この音楽さ、あれにもあったよね、ワン。ワンの時もさ、なんか気持ち悪いのがさ、楽しそうに見てたよね、この曲。あ、また抜け殻じゃない？ん？テレビつけるとこあるか。お、着いた、着いた。ワープすんだかな。わーお、あー、ここに行くんだ。うわー、ありがてえ、ありがてえ。お、またテレビだ。お、あ、どうやって入るの？そこ入れない。え、入れない。この段ボール動けるか。お、この、ほ、あ、どうやって行くんだろう。すっごいロックだけど、音楽。ここは今入らなくていいのかな。
入れないもんね、物理的に。もうやだ、また首長い人とか来たりしないかな。はあ、病院は本当に怖すぎてゲロ出るかと思った。資材庫みたいな。あ、テレビをつけるんですね。はい、これ私どうやってテレビつけたかわかんないんだけど、どうやってつけたんだこれ。ん、お、ついた。お、リモコンがあれば何でもできちゃう。あ、で、ここに、で、ここに飛ぶの？ここに飛ぶんだ。ここに飛ぶの？あっちに行きたいよね。ここに飛ぶんだ。ちょっと待てよ。もう一回降りてみよう。ここになんかあるとか。あ、なにこれ？これなんかさ、通路ない？なんかある！うわぁ、気持ち悪い。え？なにこれ？ちょっと待って、今の帽子とか、こういうなんか隠し通路みたいなとこにさあるよね。ちょっと今の帽子、あー、洗面器かと思ったわ。かっこいいじゃんこの帽子。いいね、シェリルさんみたい。射手座五穀寺ドビンレイの時の服の衣装に似ている。よいしょ。ランク派ですか、シェリル派ですかと聞かれたらシェリル派です。ここはそうなんだけど、なんだろう、これは台車、台車で上に乗ったりするのかな。これ乗れる？そうなの、テレビがつくんだけど、台車、そっち、あそこのテレビ、あそこに、待って、分かった分かった、テレビがあるってことが、ちょっともう一回移動しよう。で、反対側にこれ飛べるのか、もしや。あー、なるほど、わかったわかったわかった、足場なんだ。はーん。あ、ここはあれなのかな、郵便局とかだったのかな、郵便局の帽子なのかな。なるほどね。で、足場ですよと。あー、なるほど。わ、めっちゃ手紙ある。ここやっぱ郵便局なんだ。へー。郵便局があって、学校があって、病院があって、だからここ町なんだね、ほんと。わー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 。お、いけそういけそういけそう。ちょっと帽子変わってよかったわ。テレビに支配されてる街なの？ここ走ってもバレない。あ、そういう感じじゃなさそうだね。お、テレビ。あ、テレビがある。つけて。ん？出れない。出れない。なんで？ここから出れるんじゃないの？出れない？出れ。窓が閉まってるんだ。窓閉まってる。出れない。どうやって出るの？あ、これかな。これ触っていい？テレビ。うわー！でもさ、やっぱりあそこのテレビから移動する気がしない？違うかな。めっちゃテレビ見てるからな。あのテレビを消すこともできる。お、お、おわあ、ああ、はあ、なるほど、消せるんだ。バレないように。ちょっと、どうなってんの、あの顔面。
かっ、すごいんだよね。だな、隠れて、どこに行くんだろう。どこに行かれます？あなたは。そこに留まるの？どっかに行くとかじゃなくて、気持ち悪いって。あ、どっか行く、どっか行く、どっか行く。ん？どこ行く、どこ行く、どこ行く、どこ行く。どこ行く？そこに止まっちゃうんだ。あー、待って、あ、一回ゲームオーバーになっちゃったから、あっちのテレビは消えてる、今消えてるから、つけて、ここで一回つけて消す。ここからじゃダメなんだ。さっきのあたりから消して、もう一回つけるのかな。消して、あ、あっち行った。あー、そういうことか。あっちついてるからあっちに行ったんだ。で、ワープすんだ。なるほど。あ、で、そっから見る。テレビがないと生きていけない人たち。はあ、なるほどね。なんかよくわかんないけど、テレビをつければ来てくれるんだ。じゃあ何にもテレビついてなくて、さぞかしさっきの人は困ったんだろうな。何を、あ、またここでテレビ見てる人がいる。はいはい、はい、結構そのテレビの音楽が愉快だよね。また同じ作戦かな。あれをつけて、こっちを消して、ちょっと待って、落下するのはちょっと予想外だったんですけど、落下したんですけど、うわ、えー